はい、皆さんこんにちは、ワナルグルビジです。では今回は提督の決断3パープキットセガサタン版プレイをしていきたいと思います。新しくゲームを始めるから史実シナリオ、この中で今回プレイしていくのはこちら、マリアナ沖海戦になります。陣営は日本、難易度は普通、これで進めていきましょう。マリアナ沖海戦は残念ながら史実では日本軍の完敗という形になったので、このゲーム上はね、なんとか勝てるように頑張っていきたいと思います。司令長官ですが、次三郎さんですね。マリアナ沖海戦、実際に史実で行われた時の、司令長官、これを任命していきます。そして参謀長ですね。参謀長も、当時実際に、マリアナ沖海戦で参謀長だった、草刈龍之介にしていきましょう。スペック的にはね、こんな感じになってます。一応ご覧だけいただきたいと思います。ソロモン海近辺で繰り広げられた激しい航空消耗戦で、日本軍は優秀なパイロットを多く失った。悪化する戦況に日本軍は絶対国防圏を策定、守りを固める。しかし、アメリカ軍の反攻速度は速く、ギルバート、マーシャルと次々に陥落。トラックは空襲により無力化する。日本軍は阿呆作戦を発動し、マリアナ諸島防衛を目指すのだった。はい、ムービーが入りましたね。この後、通常であれば草加さんから選挙報告が入ると思います。特に草加さんから選挙報告はなく、このままプレイの方に入るようですね。ではマリアナ諸島を、この近海で行われたマリアナ沖海戦、プレイを始めていきましょう。まずは配備されている艦隊戦力、これ確認しておきましょうか。近辺にはですね、まあ、すでに艦隊、2個艦隊ですね、入っている様子があります。なので、まずこの2個艦隊から確認しておきましょう。潜水艦9隻からなる艦隊ですね。まあ、せっかくなんで司令官任命しちゃいましょう。潜水艦強い人に、まあ、入ってもらいたいなと思うので、この中で言うとどうだろう。栗田さんとかは今、第4艦隊の第1戦隊司令務めてるので、空いてる人がいいですよね。伊藤誠一。彼に、この第7艦隊、潜水艦隊を任せましょう。マリアナ沖の哨戒活動はこのまま続けてもらいます。アメリカ軍のね、機動部隊、これを発見するのを最優先してもらいたいと思います。そしてもう一つ、こちらの方も司令官不在ですね。潜水艦の数はこちらの方が少し多いかなと思います。こちらも人事面で司令官配備しましょう。まあ、空いている人材がいいとは思うんですが、その中でさらに潜水艦に強い人がいいですよね。西村さんとか今、予備役になってますね。潜水艦31。航空船は増えてのようですけども、水雷も強そうですね。西村さんにお任せしましょう。続いて、今まさにマリアナに向かっている空母機動部隊ですね。ここを確認していきます。まずは護衛ですかね。第5艦隊。ここは巡洋艦と駆逐艦からなる編成です。ここもどうでしょう。司令官任命していきましょう。巡洋艦と駆逐艦なんで、まあ、ここもやっぱり水雷戦が強い人の方がいいのかなという感じはしますので、まあ、高木さんとか空いてれば高木さんにお願いしたいですね。高木さん空いてますね。高木さんにお願いしましょう。そしていよいよここから機動部隊ですね。まずは栗田さんの第4艦隊、第3戦隊に空母が入ってますね。空母、まあ、軽空母ですね。随砲、艦載機30、まあ、ほぼ全部軽空母ですね。まあ、軽空母というか、もうこの千歳に関しては特設空母と言っていいと思うんですけど、艦載機数が30というところですね。まあ、通常の1正規空母相当の航空戦力をこの軽空母3隻で、担当しているというのがこの栗田さんの艦隊ですね。まあ、悪いことばかりではなくてですね、空母3隻あると航空ユニットを
3ユニット同時に送り出すことができるので、まあ、あの戦術の幅は広がるのかなと思ってます。なので、まあ、あの正規空母でないということで一隻あたりの艦載機の数が少ないというのはね、もちろんあるんですけども、まあ、ここは割り切っていきましょう。で、こちら正規空母巡洋ですね。艦載機数が53。こちらが費用です。まあ、全体的にアメリカ軍の絶対的な正規空母の数に比べると、まあ、残念ながら、この時点の帝国海軍の機動部隊は少しね、物足りないかな。まあ、そういう印象は避けられないですが、頑張っていきましょう。そして、橋本さんの第二艦隊です。ここも確認します。大砲型正規空母ですね。まあ、残念ながら、この大砲型はね、不沈空母と言われた日本軍の最初の装甲型の空母という位置付けだったんですけども、残念ながら、あけなくね、撃沈されてしまったという経緯があるんですが、ここではしっかり、活かせればいいのかなと思いますね。で、あとは、昇格、随格。まあ、このあたりは、艦載機数80機ということで期待が持てるかなと思っています。これが展開している、帝国海軍の空母ですね。さあ、ではトラックですけども、まあ、すでに敵が近くに展開していると思うんですが、まあ、ちょっとでも航空戦力増強したいので、残っている航空戦力をこのトラック、あるいはサイパン、グアムというところにですね、再配置を行っていきます。はい、では航空隊再編しました。トラックなんかはだいぶ航空機もちろんですが増強してます。簡単にご紹介しましょう。ちなみにトラック基地の司令には井上中将に入ってもらいました。で、特にご覧いただきたいのが航空隊ですね。こんな形で石切港、これをね、大量に配備進めます。で、防空もしっかり行う必要があるので戦闘機も大幅に増強をかけました。これでしっかりアメリカ軍を迎え撃ちましょう。あとウェイキーですね。ウェイキーにもですね、偵察機、多く配備し直したので索敵もしっかり行っていきたいと思います。ではここから時間を進めていきましょう。あくまでも敵をトラック近辺で迎え撃つという作戦で増強した基地航空隊で敵を撃破していきます。早速第2艦隊の偵察機が敵を発見してますね。まあ、ここは一旦様子見にしておきます。それと同時にどうだろう、フィリピン、この辺りにも航空機増強しましょう。急いでこれを行います。敵が思ったよりフィリピンの近くに進出してきているというのが分かりましたからね。さらにここに敵の艦隊発見してますね。まあ、43隻ということなので機動部隊だと思われます。サイパンもちょっと数増やさないとしんどそうですね。守備隊の数は88と充実しています。はい、サイパンの航空隊ですけども、連動が下がるのを覚悟の上でご覧のように、まあ主にヒエンとドンリュウですね、直縁を担う戦闘機ヒリュウと、あとは敵に爆撃を行うドンリュウ、これを大量配備しました。もうこれでほぼ残っている航空兵力はすべて配備済みという状態になります。なんとかね、このサイパン基地南雲さんに守りきってもらいたいと思います。さあ、第二艦隊ですけども、ここは一度空撃与えておきましょう。レイテ沖に敵の艦隊に侵入されてます。これはまあ何としても撃退しておきたいので、敵の艦隊まだそのね、戦力中身どうなってるか不明ですけども、全機出撃していきましょう。合計169機ですね。大砲、昇格、追格。まあ一番航空兵力が充実している部隊です。
発見した敵の戦力ですけども、これ潜水艦であることが確認取れましたので、まあ、レイテ沖にですね、このアメリカ軍の潜水艦を放置しておくのは、気持ち悪いところあるんですけども、今はね、このマリアナ近辺に展開している米機動部隊、これの撃破を最優先するために放置して、グアム、サイパン、トラック方面へと機動部隊は進出させていきます。サイパンですけども、もう何度も何度も敵の航空隊に襲われているという状態なので、直縁機の数をもうちょっと増やしたいなというのと、まあ、あとはですね、このサイパン近辺からだけでなくて、グアムからもちょっと期待したいですね、増援をね。さあ、トラックの偵察隊が敵発見してます。これ、何としても仕留めておきたいな、というところで、同時に、さらに43隻の艦隊も発見してますね。第2艦隊ですが、これ空撃加えていきましょう。これ、敵の空母だと思います。なので、前期、発進です。大砲昇格追格。何としてもここは敵の空母。これをね、撃沈しにかかりたいと思います。敵直縁機47機。まあ、間違いなく機動部隊ですね。ここから本格的なマリアナ沖海戦開幕というところですかね。ではまず敵の位置確認しにかかりましょう。やはり空母がいますね。しかも空母の数多いな。ここに空母。ここにも空母。まあ、艦載機はもうヘルキャットになってますね。どれもこれも。エセックスもいるし、カウンベンス。まあ、全部で3隻の空母部隊と見て良さそうですね。こちらも、大砲昇格追格と。3空母から出撃してますので、3空母対3空母という戦いになりそうですね。では、早速。まずは、直縁機ヘルキャット。これを仕留めにかかりましょう。ヘルキャット相手だと冷戦の52型だともうどこまで、対処できるのかというのはもちろんあると思うんですけどね。まず一撃加えられそうですね。これ一撃加えられるんだったら早速攻撃しましょう。まあ、ここはね、あくまでも空母がいるところではないので敵の直縁ユニットがいるわけではないと。というのはもちろんあるんですけどね。では、まずは、ヘルキャット、これの、排除から行っていきます。ちょっとですね、これ、本当にマリアナの七面鳥打ちと言われたように、こちらの、航空ユニットの目減りが激しすぎる。このまま行くとあっという間に、貴重な航空戦力を丸々失ってしまうことになるので、ちょっと考えものですね。やっぱ基地航空隊に任せるしかないのかな。今、空母艦載機で、アメリカ軍のね、主力空母、機動部隊に攻撃仕掛けてますけど、ご覧のように10機近く一度に撃ち落とされるなんていうこともあり、あっという間に航空戦力がなくなりそうですね。マジか、これ。ちょっと考えてたよりもひどい結果になりそうだな。まあ、ただここはもう消耗戦覚悟の上で、空母、さらに、基地航空隊で波状攻撃をかけて、敵の空母を仕留める。まあ、これに尽きるしかないですね。なので、もうこのまま、機動部隊に航空兵力を、消耗したとしても波状攻撃を仕掛けていきましょう。グアム、サイパン、トラック、この3つの飛行場からですね、航空機出すことができますので、まあ、ここはもう機動部隊の航空兵力に使って波状攻撃していきたいと思います。はい、とてつもない損害をこぶりましたね。航空機170機出して帰還できたのが、まあ、40機。未帰還が120を超えると
いう、まあ、大損害が出ています。まあ、ただ、お話してきた通り、空母艦載機、それと各基地航空隊で波状攻撃をかけて、アメリカ軍の消耗を誘うという、まあ、そういう戦いになると思いますので、このまま続けていきます。では、再び、まあ、ここもね、航空戦で圧倒的に不利になると思うんですけども、艦載機を出して、エセックスを仕留めにかかりましょう。前期出撃です。60機です。いや、とんでもない大損害になってますね。まあ残念ながら軽空母部隊の艦載機は全滅、機関ゼロという、ちょっと衝撃の結果だな。まあ確かにね、このマリアナの七面鳥打ちと言われたマリアナ沖海戦は、アメリカ軍の VT 進化。まあこれはね、近くに行ったら炸裂することによって、まあ敵へのね、損傷効率を上げるというものなんですけども、それを投入されたことによって、アメリカ軍の、まあ、防空戦によって、日本軍のね、航空兵力は著しく消耗したという戦いではあるんですが、それにしてもちょっとひどいものがありますね。まあ、サイパン、グアム、トラック、ペリリュー、まあ、このあたりの航空隊でなんとか対抗するしかない状況とはいえですね、このままだとちょっとしんどそうかなという印象はあります。では今回は、まあ、ここまでにさせていただいてですね、マリアナ沖海戦をじっくり、腰を据えてプレイを頑張っていきたいと思いますので、皆さんの応援引き続きよろしくお願いいたします。